Tap here for your language. 足を細くしたいのに前のもも伸ばしてませんか？足を細くするためにはももの裏を伸ばすことが一番大事なんです。なぜかというと、ももの裏が硬いと膝が少し曲がった状態になります。この状態で日常生活を送ると太ももの前に力がずっと入ってますので、ムキッとしてしまう。ですが、そのムキッとしてしまうことによって前のももを伸ばそうとする人が多いです。原因はももの裏なんです。足痩せしたい人は今回の動画でもも裏しっかり伸ばしましょう。まずは軽く前屈をしてみてください。どのくらい行くかチェックしてください。はい、それでは足を大きく開いて、手は膝の上です。体を左右に動かしながらもも裏を伸ばしていきます。まずは体を左右に動かしながら片側膝を伸ばします。少しずつ伸ばさないと、ストレッチっていうのは痛みを感じると力がかかってロックされちゃうんで、痛いと思うとね、もう筋肉伸ばしたらダメだよって脳に信号がいっちゃいますから、ゆっくりね伸ばしていくことが大事です。少し下にね押し付ける感じにすると内転筋も伸びます。今度はお尻を左右に振らないように、同じお尻の位置でできるだけ膝を伸ばします。片方だけ膝を伸ばします。もし腕が疲れたらね、たまに起き上がってもいいです。こういう感じで、腕振ってもいいです。疲れてなければずっと膝の上。きついスクワットとかなしでね、これで足が出てきますので頑張りましょう。今度は今の動きに加えてつま先を上げましょう。伸ばしている膝の方のつま先を上げます。もし痛いと感じたら、ちょっとさすってマッサージしてください。ストレッチ中に痛い部分をマッサージすると痛みがほぐれるので、しっかりまたね伸びますんで。よくどっかにぶつけたりとかしてね、痛いなと思ったらさすって経験ないですか？痛い痛いって。さするだけで痛みが和らぐんで、硬い筋肉をねさすって伸ばしてください。じゃあ今度はちょっと早くね動いてみましょう。つま先も上げながら、その分ねギュッギュッと伸ばしてください。あんまり早すぎるとね息が上がっちゃうんで、マイペースでいいです。さっきよりも少し伸ばすイメージ。ちょっと足をブルブルね、次は振りましょう。足振るだけでね、筋肉って一回緩んでくれるんで、マッサージしてるような効果がね、足振るだけであります。足を肩幅にしましょう。手は腰に置いてちょっと膝を曲げましょう。前かがんだら戻ります。膝少し曲げて前かがんで
ください。いいですね。履いてますよみたいな動きですよね、これね。かがんだ時にね、ももの裏が引っ張られる感じがあれば、ちょうどいい膝の曲がり具合です。あんまり感じがなければね、もうちょっと膝を伸ばしてください。はい、OK。 今度は前かがみでお尻を振る。もしね、背中腰疲れたらね、体一回上げてください。ちょっと休んだらまた前かがみで交互に膝を伸ばす。もうだいぶね、伸びてきてますからね、最後のレッグで楽しみにしてください。で今度はね、膝曲げてブラ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 と膝を伸ばしましょう。だんだん慣れてきたらね、どんどん前にかがんでみて、両膝曲げ伸ばししたり、交互に膝伸ばしたり、たまに手をついてね、やってもいいです。今度はね、膝を曲げたら伸ばします。軽くキックするようなイメージですね。どんどん伸ばしすぎるとね、逆に次の日ね、筋肉痛になっちゃうんで、たまにこういう筋肉をね、リセットするメニューをね、含めてやると効果的です。はい、この足を大きく開きましょう。もう一度膝つきます。ここからね、前かがみ、かがんだら前かがみ、両膝伸ばして少しずつ足の幅を狭くしていきます。少しずつでいいです。足の幅を狭くして、膝を手でね、後ろに押しながら前かがみ、伸ばして伸ばして緩めて、こんな感じ。それでは最後、前屈もう一度してみましょう。皆さんどれぐらい伸びてますか？初めよりもよく伸びたよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。毎日やることで足が必ず細くなります。